道を知り勝者となる骨盤。本日は初の試み PP やってみたいと思います。クイーン取るぞ。おう、言うだけただ。よし、行こう。レッツゴー。こんなスタート前回ね。ヒルクライムも好きだから、とりあえずちょっと緩やかな登りで計測。あちゃ、早えな。風が早い早い。路面綺麗だし走りやすいですね。やばい、ちょっと。向かい風やばくない？短いからといってあーちゃんについていけると過信した。私がバカでした。向かい風。距離は短いです。あ、もう無理。ちょっとあーちゃん速度落ちた。もう無理。ごめん、やる気を失った。これ短いてるけど、ここの道結構トレーニングにされてるって聞くけど、わかる気がする。これきついわ。シャドウ今オーバーやけど、ちょっとこの、はぁ、いい。こりゃ、あれやわ。一応ここまでね。私は今、ゾーン2ばっかりしていて、それ以外のトレーニングを知らないけど、強度のあるトレーニングを、ちょっと勉強せんや。無理だい。心臓が爆発するかと思った。ねえゆりさん、話しとったやん。私集中力が続かんね。途中でプツッと切れたの分かったやろ。で、なんか教えてくれたじゃん、心拍によって切れる、プツンと切れるゾーンがあるらしい、人によってね。だけ自分がどの心拍に達したら集中力がプツッと切れる、足は回るんだけどやる気がなくなる、気が失せるというかっていうところを探さんといけん、知っとかんといけんってことよね。そう、その心拍を超えないように調節しながら走るってことよね。まずはね。で、土台を作るんだって。己を知って土台を作り、それでこそ目標が見えてくるらしい。名言。名言ね。そこ使うけ。ほんとプツンと切れた。やる気がなくなった。だから自分が、まあそのシャトとかにもいるやろうけど、うん、また違うところを登ってみて、ちょっとガチ呼吸してみて、プツンと切れるところが同じ心拍やったらそこなんよ。はぁ、あ。っていう日に限ってつけてないけんね。あっちゃつけちゃかないけんね、やっぱり。やっぱ面白いと思うよ。うちはね、好き、そういうの。そうね。時計もあるから心拍も見れるんだけど、ここの心拍計のバンド、緩いんよね、もう一番締めても。だから腕にしようかなとかって思ったり、心臓の近くではないから、計測が正確さに欠けるかもしれないけど、いい心拍計を入手しましょう。うん、さあ、上がるよ。もういい。登り足りんかったか。行ってみようか。行くよ。よし、ちょっとこっちのカメラでも言ったけれども、このぐらいの速度やったら、あーちゃんについていけるじゃろうって。うん。バカでしたってさ。後ろ振り向いたら離れちゃったね。あれおらんと。いや、うちも言った。4通ばっかりしよったから、うん、足つきなしって、だんだん見えてきたけど、うん、強度のやつって、今調べ出したばっかりやから、うん、何も知らんままやっちゃいけんごら。はあ、ちょっときつい。筋トレになるね。マジで今ね、激坂登った時より足が痛い。やばい。これいけんね。なんか学ぼうね、いろいろね。そうよ。あ、さあ行くよ、はい、登ります。はい、はい、ゆるく行きましょう。レッツゴー。はい、ゆっくりよ。はい、ちょっとぐらいで行って。ああ
で、ゾーン1でもいいかもしれん。あずゆに。もう、太ももが。うん。残りのコツね。はい。息が上がらない、モデルで。ゾーン2がね。うん。息が上がらずに、ペラ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 喋れる速度で上がる。そう。ちょっと息が上がるようなやつでやると、ゾーン3にこう、上りはすぐね。ほうほうほう。心拍が跳ね上がるって。うん。ああ、そういうことね。下手もそうやけどさ、ゾーン2ってしんどいよね。きつくない？だってそのペースをずっと維持せんといけんわけよ。だからね、体の疲労感が違うの。うん。すごい偉い。止まった後がね。だろ？うん。だけどもっとスピードを出して漕いだら楽なのにっていうところでスピードが出せんわけじゃん。うん。我慢をし続けて漕ぐってことはゆっくり。うん。しんどいよね。なんか坂とかでもさ、うん、目的地でもさ、うん、早く着きたいやんっていう意見の人おるやん、うん、偉くっても、うん、長くじわじわ行くんじゃなくて早く終わらしたい、うんうん、先生には向いてないから分からんけど、どうなんかね、横風と向かい風が、うん、すごいね。すごいよ。あてあ TT 初めてやないんか。でもあーそうだね、うん、独自で一人でする PT が初めて。うん。それのなんか心得とかありますか？うん、もう自分に打ち勝つ？もう自分に打ち勝つ？うん、今名言よ。うん、で本当ね、集中力が切れる心拍っていうのを本当、うん、探さなきゃいけんと思った、うん。大平山も大星山もそうやけど、うん、集中力が続かんの。ちゃんと。下ホームでこうやって登るんだけど、うん、途中でふわって切れて景色見出したりとか歌歌い出したりだとか、うん、そういうことをしだすからなんかいけんなってずっと思ってるんよね、うん、どうにかならんかなと思ってじゃあそこを回避するか、そこをまだ育てるかよ ね、 ね、回避するために自分の集中力を切れる心拍を探し、うん、でなおかつやっぱり私もゾーントレーニング、うん、っていうのをしていかんといけんなと、うん、で重心前今持った？うん、すごく後ろ、そうそうそう、こんぐらい？あ、楽やろ？太ももには来るね、ちょっと踏み込まんのよ。え？力抜いて、腕の力、はい、うん、肩の力も抜いて、はい、骨盤を動かす、骨盤を動かして肘を私動かすからくねくね見える。骨盤大丈夫？おまけだよ。なんかおかしいなと思ったらアウターのまま登っちゃった。すげえ。あれと思いながら大丈夫？あ、今の、はあ、重心ね。確かに進む速度が変わった。変わったね。骨盤をやる、うん、速度が変わった。踏み込むな。ちょっとまだできんかも。意識すればするほど踏んでしまう。そうね。私の最初がそうやった。治る？これ。治ると思う。さっき、一歩出すのと骨盤から出すの、半歩違うんよ。約。ってなったら、そんだけのパワーがペダルに伝わってる違いになるから、進む速度だったり、距離っていうのは伸びるよね、一呼びの、うん。っていうのを教えてもらった。あと感じるのが、前に出てこう倒すやん、うん、なんともないよ、うん、緩くなってこのままでおったやん、さっき、うん、ただ体重がハンドルにめっちゃかかってしまって、うん、腕が疲れた、うんうん、シャドウに合わせて重心の位置、自分の、うん、っていうのをずらしていく。位置を変えてあげる。感覚でつかめん人ってさ、うん、どこでどうやって探したいポイント、ハンドルに体重がかかるかどうかかもしれん。あ、それはもうゆりさんじゃないとわからんけんから。そう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 よ。感覚でやってるこっちからしたら、それ分からんから、何をポイントにしたらいいのかっていうのは、そのゆりさんの言う通りかもしれんね。力
力がかかってきて、あ、じゃあもうちょっと後ろにしようとか、うん、なんか初心者の本当の始めの時に体重かけてしまうやん、うん、あんな状態になった、うん、ここが偉い。てけ前のサラが2億年って言ってくれたやん、うん、ここを使うからここにかかる。そう、上の筋肉を使ってしまう、うんうん、だからこっちここで持つ、うん、したら下の筋肉を使うから、うん、ここで支えてあげる、うんうん、でこっちではもう添えるだけ、うん、引っ張らない。いっぱい考えなきゃいけない。そうなの、頭がパンクするんよ。いや、聞いて分かっちゃったのに、ついね、多分力が入ったり、初めてのことやから。キャドが緩くなった時にふと思い出して、あ、そうやった、力抜かにはいけん、あ、骨盤からやったみたいな感じで、うん、直してる、漕ぎながら、うん、奥が深いね。くそ偉いけどね、足足も、うん、使ってない筋肉やね。で、丸太ですよ、体幹。あ、そう、あ、忘れとったー忘れとったー。そうだよ、たくさんあるんや、やらねえけんことが。忘れとったそう、深いね、ロードバイクね。あずゆに、はい、本日は TT をした動画でした。中華されてちょっとクリーン取っちゃう。頑張ります、応援してね。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お待ちしております。次回の動画でお会いしましょう。